石田俊です。元木ザド。お酒だお酒だみんなでお酒だ。知らない歌流れてる。今日は野生児3名でお酒を飲んでいきたいと思います。隠せてないかもしれないんだけど、結構多分画面上で伝わってると思うんだけど、パリッピーなんだよね。タイプの違ったパリピだと思うよ。僕たちすでにクリアしてるゲームあるんですよ。飲みのゲームでクリアしてるものがある、うん、ウェイウェイランド。ウェイウェイランド飲みボードゲームがあるんですよ。どういうのかっていうとですね、まあ、あの動画あの一作品目は、まあ、貼っときます。見てもらえば分かるんですけど、すごいです。そうだね。うわー、なんか記憶蘇ってきた。マス目に酒を飲めって書いてある。綺麗にクリアしないと一生飲まされるっていうボードゲーム。クライナーっていうお酒を使う。結構可愛い小瓶みたいなんだけど、あれ結構アルコール度数高くて 5% とかじゃないの、10何パーとかさ、そのくらいあるわけよ。あれを使ってこうコマとして扱ってこう進む。こちらウェイウェイランド2です。すごくない？このパッケージもバカ丸出しなんだけど。クライナーとスゴロク入りだよ。波乱の現代社会編。より乱そうとすんの。波乱の現代社会編やっていこうと思います。よっしゃ。よし、開けると、はい、こんな感じで入ってます。まあ、スゴロクこの上ですね、このシートで、これ全部お酒です。綺麗。このクライナーってお酒なんだけど、残るんだよね。甘いんです。すごいで、味自体は結構飲みやすくなってるんだけど、いかんせんアルコール度数が高い。そうだね。こんな可愛いさ、小瓶に入ってるお酒なんだけど、これね、アルコール度数 15% あります。ビールが大体 5%。 そう、うん、はい、それより10度で、まあ、これなんか20度あるわ。はい、じゃあ3ボックスきたー。こんな感じになってます。うわー、やべえやべえ、なんか長くね。こんな感じになってます。ゴロくん、ウェイウェイランド2スタートってここに書いてありますね。ここからみんなでスタートしてってあっちに行くと、こんなアプリがダウンロードできました。これの下のウェイウェイランドで遊ぶってやつ。これアプリでサイコロ振ります。お酒は20歳から、僕らはもう大人だ。全員で乾杯。ルール説明、飲むマスっていうのが緑のマスなんです。うん、緑赤。その他が水色、一回休みがピンク。アプリマスっていうのがクライナービンが書いてあるやつ。生き残ろう。よし、ウェイウェイランドスタート。おーい。キャップが赤がシルク、キャップが青がザカオ、キャップが緑がモトヒです。はい、乾杯。乾杯。乾杯。よいしょー。よいしょー。おしゃ。じゃあ僕からいきますよ。おしゃ。おしゃ。3。残業が長引き終電に間に合わない山手線ゲームを一人で10回以上続けられたら成功。続けられなかったら乾杯。何それ。クソつまんねえじゃん。じゃあちょっとやって。動物の名前。イエーイ。だからな。ゾウ、キリン、コウモリ、ヘビ、ビーバー。アウトー。頭の中でビーバーの瞬間バービー出た。早いな。甘い。なんだこれ。やば。またき。2。風呂に入りたくなさすぎて一回休む。誰かに匂いを嗅がれる。部屋の匂いするわ。そりゃそうだ。じゃあザカオの分ね。おう。1。あ。あ。あ、ハモリン。朝の覚醒酒で乾杯。覚醒酒ってなんなん？覚醒すんじゃん。もうバカしか。お、ハモリン。5。来た。もう無理、限界。現実逃避の旅に出る。奇数が出たら飛行機破天荒コース、偶数が出たら電車まったりコースへ進む。行くよ。偶数。これ電車まったりコースだ。1。はい、痛くなさすぎて一回休み。君も風呂に入りたくないんだろ。うん、ああ、トレーナーの2です。そうそう。電車まったりコース行きます。2。電車で食べる駅弁が美味しすぎて酒が進む。冷静に考えてみる、もう3本目なんだけど普通に。はい。3。
お、仕事中にトイレでこっそりスマホをいじる。アプリを起動。カードを引く。うわ、怖っ。じゃあこれ、なんか出た。愛をくださいチャレンジ。人生における告白エピソードを一つ語る。一人でもキュンとしてくれたらレッツクライナー開始。誰もいなかったら一人でレッツクライナー。君の告白のエピソードは1回しかしたことないから。もうすでにちょっとキュンだけどね。じゃあもう開始ということで言えよ。学校で小学生の時にクラスで好きな子ができて、結構みんな小学生の頃って男女混ざってワイワイ遊んでることが多くて、で女子とかも鬼ごっことか参加してたのよ。してたね。だからなんか放課後その好きな子のマンションの駐車場とかでみんなで遊んでて、自分と好きな子と友達含め4人ぐらいで遊んでたんだけど、鬼ごっことかかくれんぼとかして遊んでて2人きりになった時に好きですと告白したっていう。でその鬼ごっこどうだったの？だってゲーム中に告白したでしょ。ゲーム中に告白した気がする。すごい。終わってからでしょ。集中できないよね。お前のせいだろ。飲め。絶対お前のせいだよなこれ。反省します。そうだよ。鬼ごっこ中はダメだよ。レッツクライナー。座間は休みなんで次、シルクいきます。2。うわ、通りすがりの人からゆで卵をもらった。隣人つまみに歓喜して酒を飲む。ゆで卵はつまみじゃねえんだよ。ボディービルの友達だよ。俺ゆで卵をつまみにして飲んだこと一度もねえんだけど。うまいなこれ。やっと動けるよ。来い。俺なんで全然進まねえんだよ。残業が長引き終電に間に合わない山の線ゲームで10回以上続けられたら成功、続けられなかったら完敗。一人だって山の線ゲーム。イエーイ。お題は山の線の駅名。おー、いける。せーの。田端、西日暮里、日暮里、宇治田に、上野、御徒町、恵比寿、有楽町、渋谷、原宿、新大久保。オーケー。クリア。駅名すごいね。途中で順番入れ替わってんのかな。俺もう酔っ払ってるからわかんねえ。いや、なんかおかしいよ。あ、おかしいか。元来た。そうだ、今のはちょっとし、今のもかもらって。山の線ゲームやった人振り出しです。おー、盛り上がってきた。元木ね。はい。5。これはストップマスに行くのかな。うん。偶数か奇数かでルート変わります。行くぞ。奇数。飛行機破天荒コース行きます。2。花の金曜日、大学の仲間たちと昔に踊りたいと両隣と酒を乾杯して4マス戻れる。うおおおおおこういうことだから、こっちだよね。そう。うわ、やべえ。待って、両隣っていうワードやばいな。全員だ。やべえ。はい、じゃあ行きます。はい、乾杯。乾杯。あ、これうまいわ。おお、何味。あああ、4マス戻ります。はい。振り出しじゃねえか。2かよ。お、酒バトンタッチ券。覚えていれば次に飲むとき誰かになすりつけられる。グロッ。きたー。うわ、やばっしゃ。なすりつけよう。うわ、破天荒コースいきます。あーにおいしいと、その場で乾杯して叫ぶ。叫びながら飲むじゃね。開いちゃったよ。あ、全部開いたね。なくなった。これ全部なくなった。カーソル開けましょう。できてるよ。本当に。やべえよ。行くぞ。ちょっと進みたい。花の金曜日、大学の仲間たちと昔に戻りたいと両隣と酒を飲んで4マス戻る。あ、俺覚えてるんだ。ナスにつけます。横前2本。飲むー。あー、乾杯。飲め飲め、1年玉。いやー、よく飲んだ。振り出しだ。はい。3。心のゆとりの大切さを強く実感した。心身ともども強くなるために乾杯する。おい、乾杯。5。旅を経て自分探しが終了した。社会を辞めて自由になる。会社を辞めんなよ。社会を辞めんな。おめでとう。
イエーイ。リアルだったら、うちからやめるとか。それはちょっと嫌だ。それは乾杯できないよ。それは無理だよ。いただきます。もう肌クライナーの味になるわ。6。よっしゃ。上司に理不尽な理由で怒られる。最近起こったイラッと話を共有して乾杯。聞かせて。ウェブランドずっと行けなくて、ずっと用しか出なくて、戻るわ、飲むわ、なすりつけられるわ。これが俺の嫌なことです。乾杯。乾杯。ああ。飲酒しているのバレちゃった。休みです。いや結構今日ねダメなんだよ。何が？お酒が。でも飲むよ。相棒に猫を飼うことになった。ペットを飼っている人は酒バトンタッチ権を獲得できる。爬虫類飼ってるんで、はい、バトンタッチできます。ありゃペットだ。オッケー。住所が特定された。買い出しに行けずおとなしく水を飲もう。それ空中で飲んで。違う。口つけずに飲んでってこと。お前が浮き上がれって話じゃねえよ。びしょびしょだよ。1。なんで進まないの俺は。本当に炙りカルビが急に食べたくなった。炙りカルビと言えなかったら飲む。3回よ。マジめっちゃ得意だこれ。せーの。炙りカルビ、炙りカルビ。えぇーい。もうカルビきついんだよ。でも飲むよ。僕の酒彼女はクライナー。あなたの酒彼氏、おは酒彼女はどんなお酒。愛を語ると同時にどこまで行ったのかを白状する。意味が分かる。何が好きなの、お酒は。何気にビール好き。ああ、ビールなんだ。うん、朝日スーパードライが好き。盛り上がんなくね。あなたの酒彼氏、酒彼女はどんな酒。ビールとばかりでさ、ハイボールと1年付き合ってたわけじゃん。まあそういうことになるな。そういうことになるな。やっぱね、元カノはよぎるよ。季節によってやっぱこいつで死にたいなみたいな思うよ。思うけど、やっぱり今のその彼女を大事にしなきゃなって思うから、もう貫いた。え、なんかさ、ビールとハイボールを擬人化じゃないけど女性に例えるならどんなキャラクター。ビールはどっちかって言ったら、なんだろうな、すっきりしたサバサバしてるタイプ。そう、まあ、分かる分かる分かる。遊びに行くときは遊びに行こうよみたいな。うん、ハイボールはすぐ連絡してくる。え、今日飲まなくていいの。あ、そういう感じなんだ。だからこう、え、今日合わないのこと言ってくるのが、はい、ビールはどっちかっていうと、あ、ありがとう、今日私も空いてる、あ、映画行くみたいな。本当に両方のコンディションがあるときに行きたい。でもハイボールは違う。こっちがどんだけ疲れてても連絡してくる。なるほど、なんか毎日飲めちゃうみたいな、ね、毎日来る。別に飲まなくていいんだよなと思ってんだけど、なんか可愛いと思う。俺浮気はしてないから、そういう意味では1年間ちゃんとしっかりとハイボールだけで。偉いわ。偉いけど押されると飲んじゃうんだ。うん。かわいい。一生懸命作ったクライナー酒飲みスゴロクが大ヒット。今宵は宴だ。ウェイ。最後のマスに作者自分出してきたな。乾杯。宴だ。あれ待てよ、俺バトンタッチできるわ。あれ。酒の容量的にはもうゴールしてる。いや、もうゴールするし、もう終わるから。終わるだ。でもまあスゴロクだからちょうど1出さなきゃいけないけど。へぇ、これ1じゃないとダメだ。ゴールして頼む。ゴール6。1、2、3、4、5、6。あ、休み。酒日記の編集データがバグって消えた。絶望が押し寄せ、今日は禁酒。4かよ。1、2、3、4。おい、主催した酒飲みフェスが大反響。来てくれていたであろう人たちに酒を渡して一緒に乾杯。来てくれたもんね。来てくれたもんな。はい、来てない来てない。俺に来てない来てない。ね、じゃあみんなで乾杯しよう。はい。乾杯。乾杯。盛り上がるね。うん。ああ、うまい。俺休み。俺も休み。また俺かよ。クライナーと一緒にスゴロクを作らないかと誘われる。アプリ起動。アプリ起動します。なんか出た。心の底からチャレンジ。その場にいる一人一人と熱い抱擁を交わす。抱擁を拒否された場合は悲しさのあまり拒否された人数分レッツクライナー。濡れとるけど。お前は
ょい。そっちからまさかの。お前は作るだろ。ありがとう。拒否してもよかったのに。そうだね。飲ませるんだったら。深夜1時に起きるようになった。アートをぶくって桃源郷へワープする。暗いな酒飲み。大ヒット。からですよ。いやー、ウェイウェイしてきたよ。これだから酔っ払いはやらんで、酒の桃源郷行ってこい。行け酒の望遠鏡。酒の桃源郷行ってらっしゃーい。しゃあ1、2、3、4、5、6、ほら来たんじゃない。一番スマホのバッテリー残量が多い人が乾杯してアプリを起動。ザカオ 41%、 チェイク 59%、 ホトキ 52%。 俺かよ。くっそうぜーぜーだろうや。はいはい、とりあえず結婚しとくだ。結婚する？俺ブス好きなんだよね。結婚しよう。イエーで言う。うわーうぜ。うわータバコだ。結婚しよう。いやずるい。やーだよーくそなんでね。今のいいんじゃねえのかよ。俺のフェスに来てくれてありがとう。ありがとう。ファイチキュー。ザカオくん、えいよ。やーあ、すごい。あ、小さな飲んで酔いが覚める。喉の世界踊る。桃源郷から抜け出したのすごいな。すごいっしょ。おいや、そろそろゴールするわ。せーの、頼む。5、1、2、3、4、5、きたー。おー、有言実行終了。クライナー大使任命式。最初にゴールした人が大使になる。大使の指示に従って最後にゴールした人は全力で盛り上げてあげよう、うん、これは楽しいな。でも俺も3出したら終わりだからね。いきます。出ね出ね、そんな簡単に出るわけ。はい、出た出た。ゴール。終わった。いってらっしゃい。おお、すごいな。え、すごくね。おい、2、1、2、2。ねえ、全然進まないじゃん。ふざけてんの。1、進まねえじゃん。はい、6、1、2、3、4、5、6。入ったー。うぅー。でも一番最後にゴールしたじゃん、うん、俺からの指示ね、うん、めっちゃ盛り上げよ。3人と思えないぐらい盛り上がろう。 OK、 最後にゴールした。おい、この俺、おい、この俺や。おいしょ。あんな2とか1しか出さなかったこの俺だ。おいしょ。ゴールしたぞ。いやー、何番ぐらいのメンバー。おう、盛り上がるかな。では、サイコロで決めよう。おい、デグ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 。一杯。一杯。いただきます。動画見てくれてありがとう。セガサリー、ツイッター、ベストフォロー、やっても、目指せ登録者1000万、億でもか。チャンネル登録よろしく。せーの、あいー。